新日曜美術館のアートシーンです。今日はまず京都と東京の2つの美術館で開かれている茶の湯に用いられる茶碗、樂茶碗の展覧会からです。江戸時代初期、趣味豊かな教養人として多彩な芸術活動を行った本阿弥光悦。その光悦が晩年手作りした茶碗です。今京都の樂美術館で光悦と樂導入という展覧会が開かれています。導入は樂家の三代目で、光悦の茶碗作りを助け、長年にわたって光悦と親しく交わりました。光悦の黒樂茶碗を代表する作品雨雲、釉薬を無造作にかけ外し大胆に土肌を見せています。この茶碗は導入が樂家の窯で焼きました。茶碗の腰の丸みを帯びた曲線はこれまでの樂茶碗にはない光悦に特有な形です。光悦は導入が考案した飴釉を用いています。導入は惜しみなく光悦の茶碗作りに手を差し伸べました。樂家の玄関にかかる樂焼お茶碗屋とのれんの文字は光悦の筆によるものです。他にも光悦との深い交流をうかがわせる品々が残されています。この手紙は茶碗を作る土を急いで届けてほしいというもの。樂家は初代長次郎から400年余り一子相伝によってその技を伝えてきました。その中で光悦からもさまざまな影響を受けたのではないか。15代樂吉左衛門にとって光悦と導入との関係を探る展覧会は長年温めてきた企画でした。おそらく光悦の特に黒茶碗ですね、黒茶碗に関しては、この3代の導入がほとんど樂家の窯で焼いてるんですよね。釉調を見ればすごくよくわかる、まあ、今回双方を展示してありますからね、その釉の質感なんかの共通性というのも非常によく分かれる。でも本当はそういった表面的なことではなくて、2人の人間がどういうこの意識を持って茶碗を作ったか、その2つはね随分違うんですよね。光悦はとても自由で何者にもとらわれないような茶碗を作った。そういった光悦に間近に接しながら、じゃあ導入はどういう茶碗を作ったか、その導入はね、光悦の姿を混ぜたんではなくて、光悦の精神、その作陶の自由な作陶の精神、同時に新しいものを、新しい価値観を世の中にこう突きつけていく、その凄まじさっていうのかな、でそれをまさに導入は学んだ、そして自分のものにして自分の世界を作り上げた、江戸初期の一つのモダンですね、そういった2人の心の交流っていうのかな、それを、ご覧いただきたい、感じ取っていただきたいなっていう、そういう思いで展覧会を企画しました。光悦と樂導入の交流をたどる展覧会は11月26日までです。一方東京でも樂茶碗の名品を見ることができます。日本橋の三井記念美術館では赤と黒の芸術樂茶碗と題して樂家歴代の作品を展示しています。樂茶碗は桃山時代侘び茶を大成した利休の意を受け長次郎によって作り出されました。これは三井家に伝来した茶碗です。この赤樂茶碗は
大名茶人として知られる松平不昧が所持していました。会場には初代長次郎から現代の15代吉左衛門までの作品およそ90点が一堂に並べられています。中には個人の所蔵家からの出品もあり、日頃は見ることのできない貴重な作品が展示されています。400年余りにわたって作り続けられてきた樂茶碗も時代の美意識に応じて様々に変化してきたことがわかります。この展覧会は11月12日までです。会場で一つ一つの樂茶碗を見ていきますと400年の歴史の流れを感じます。そして導入と光悦の交友、これを思い合わせますと同時代の精神ですとか、あるいは意匠を取り入れることでその伝統がより太く確かなものになったんだなと感じました。両手に入る小さな茶碗の中に思いと歴史が込められています。ではこの他の展覧会です。箸の名で親しまれニューヨークを拠点に活躍する写真家橋村康臣の展覧会が開かれています。4つの石が水面に落下する光景を捉えたフォーストーン、着水した瞬間を完璧なタイミングで捉えています。肉眼では捉えきれない一瞬を最高10万分の1秒という単位で切り取ったこのシリーズはニューヨークの広告業界に箸の名を強く印象付けました。こちらは新作箸グラフィーのシリーズ、環工材の特殊な処理などによって1000年後の人々の目に現代がどう映るのかを表現しています。地球の歴史から考えれば我々にとってすごい短いスパンしか生きていられないわけじゃないですか。でそういう意味でそのすごくこう一瞬っていうものに対してこれをフリーズさせてその永遠にこう止めたい、キャプチャーしたいっていうのが僕のずっと狙いでずっと来てたんだけども、やっぱりこれだけ歴史が地球には長い歴史があるわけだから、それがその自分の作品がもっと残っていけばいいなと、なんかそういう夢があってもいいな、そういうロマンがあってもいいなっていうのはずっと過ぎてて、僕が今度作り出した写真をベースにしたクリエイトしたものがなんかこう1000年後に残るようなね、それで1000年後の人が見たら面白いだろうなっていう、なんかこう自分なりの一つのロマンみたいなものがあってた作っただけなんだけどね、だから共通するものっていうのは時でしょうね、この展覧会は10月29日まで東京都写真美術館で開かれています。渋谷区立小東美術館で日本画家石踊達也の展覧会が開催中です。会場に配された屏風、それを包み込む日本の伝統的な文様青海波、展示空間そのものが作品として提示されています。花鳥風月を現代的な感覚で捉え、平成琳派とも称される石踊達也、今回は新作を中心に新たな世界が展開されています。日本画の技術と感性を追求し、その枠を超えようとする石踊、ダイナミックなイメージは日本画の新しい可能性を感じさせます。パリの公園にあるエスパリエールという奇妙な生け垣をモチーフにしたリュクサンブールのリンゴ、木の枝が作り出す抽象的な形の美しさを
日本的な表現で描いています。この展覧会は10月15日まで開かれ、ご覧の日程で巡回します。小平市の平櫛田中彫刻美術館で近代彫刻の奇才佐藤長山の展覧会が開かれています。代表作の一つ問答、山崎長雲の弟子として8年間修行した後のデビュー作です。若き釈迦とバラモン僧の濃密な空間を作り出しています。この花咲くや姫、平櫛田中の推薦で東欧が決まった長山34歳の作です。品格のある彩色とたおやかな美しさが印象的です。長山は動物の彫刻も数多く手掛けています。こうした作品の見事さに感動した横山大観は長山を本当の天才と称えました。およそ半世紀ぶりに開かれるこの回顧展は10月22日まで開催された後、岡山に巡回します。岡山県立美術館で江戸後期の文人画家浦上玉堂の展覧会が開かれています。川端康成が愛蔵していた国宝東雲施設図です。凍てつくような山肌、そして静寂に包まれた画面、玉堂がその心の内を描いたといわれる傑作です。玉堂晩年の作三光水長図、墨一色の画面の中で橋の上に描かれた豆粒ほどの人物がわずかに彩られ、場面に趣を与えています。およそ200点の作品で玉堂に迫るこの展覧会は10月29日まで開催され、ご覧の日程で巡回します。富士吉田市にある藤山ミュージアムで朝富士夜富士が開かれています。日本画家関力の富士、月明かりで幻想的に浮かび上がる富士を淡い色彩で描いています。こちらは東山魁夷が描いた朝の爽やかな富士、さまざまな画家が描く富士に触れるこの展覧会は11月30日までです。新日曜美術館のアートシーンでした。ではまた来週。初代徳田八十吉、国谷最後の伝承者と言われる陶芸家です。江戸時代の前期に作られた重厚華麗な焼き物国谷、八十吉は優れた技で国谷を蘇らせます。そしてその色の秘密を暗号にして残したのです。国谷の伝統を完成させた一人の陶芸家に迫ります。アート鑑賞マニュアル美の壺、6日のテーマは和ダンスです。木目の醸し出す味、金具に施されたデザイン、極めた職人の技など、和ダンスの鑑賞のツボをお伝えします。放送は教育テレビで6日金曜夜10時です。